はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはエルシャダイアセンションオブザメダトロン HD リマスターということで、まあ、エルシャダイといえば PS3 と Xbox 360で発売されたタイトルでしたね、当時は。で、まあ、僕自身は多分、どっちだったかな ?360 版だったかな、どっちかはね、発売日に買ったんですよ。もう覚えてないんだけど、どっちだったか。どっちだったかな、まあまあいいや。で、まあ一応 3D アクションゲームのカテゴリーのものなんだけど、一部ちょっとサイドビュー的なとこでね、なんか可愛いキャラクターがひょこひょここう、ね、出てくるようなところをこう、通り抜けていくような面があったりしたんだけど、まあともかく、多分この会社これぐらいしかまともに展開して、いや、このイグニッションエンターテインメントリミテッドってところね、あんまり展開がないままね、会社がなくなったのかな。で、多分エルシャダイの権利自体をその開発のメインで担当してた誰かが買い取って、で、その後こう展開してて、で、まあ、関連作品が PSO とビータで出たりとかしてるんだけど、今回はスイッチで出るということで、まあね、任天堂ハードであんま展開してなかったような気がするんだけど、まあ、まあ、今だとやっぱ任天堂ハードが一番こうメジャーだから、そこに行ったのかなという感じはします。あ、Steam もあるのか。まあ、ということで、ちょっとね、見てみようかと思います。遥か昔、天使は人間を、羨んだ。人の言葉や思想が分かるよりも遥か昔、神はグリゴリの天使たちに地上界の監視を命じた。彼らは長い間地上界を観察し続けるうちに人への憧れを抱き、打点という禁忌を、犯してしまう。天界は激怒し、地上界を一掃する洪水を計画するが、人でありながら天界の書記官を任される。イーノックの嘆願により、打天使たちの捕獲を条件に、計画の執行を待つことを約束した。今地上界の命運をかけたイーノックの長い旅が幕を開ける。それは語り継がれることが許されなかった遥か古の物語ということで、まあ許しちゃったり、まあこれ見なくても大丈夫だろう。なんだっけ大丈夫だ、問題ないだっけ、なんだっけ、そんな感じで流行ったよね。もう覚えてないんだけど。で、これイーノック。これがプレイヤーが操作するキャラクターですね。人でありながら、清く強い心によって神に選ばれし青年。天界によってエルダー評議会の、書記官を務める。洪水計画による地上の滅亡を阻止するため、打点したグリゴリの天使たちを追って地上に降り立つ。これ G 版入ってるけど、確かエドウィンとね、提携、なんか展開してて、僕当時ね、エルシャダイのね、G 版買った気がする。今もあるんじゃないかな、持ってるような気がする。結構 G 版って長く履けなくて、ほら、途中で結構股のあたりがね、擦れて穴開いちゃって、大体ダメにしてんだけど、多分そんな長くいっぱい入れないから多分まだあるんじゃない、ちょっとわかんないや。まあとにかくそんな感じでこういうデザインがかってるんですよ、このジーパンがね。で、ルシフェル。こっちがね、なんか指示を与えに来る、なんかスマホかな、ガラケーだったかな、スマホだったかな、なんか持ってて、なんかね、よく電話してるシーンがあったんだけど。展開で一二を争うほどの大天使。フィンガースナップを用いて時間を自由に行き来する能力を持つ。神の命により、アークエンジェルたちと共にイーノックの旅をサポートする。さっきのこのムービーの画面、これも、あ、電話してなかったか、残念。ということで、まあ基本 3D アクションのはずなんだけど、ゲームシステム。絶えず変化し続ける飽きることのないビジュアル。キーワードは変化し続ける世界、そして誰もが好きな画面、絵画のようなビジュアル表現、デザイン、世界観、まるで生きているかのように、変わり続けるビジュアルは革新的かつ独創的でありながらもどこか懐かしさを感じさせる。そうかな、なんか割とね、なんか単調に感じないこともなかったかな。あ、まあいいや。簡単操作で迫力のアクションを体感。使用するボタンは攻撃、ジャンプ、防御、武器奪いの4種類のみ。説明書など必要としない、
読んでね誰も誰でもできる簡単操作、それでもゲームの奥は深く、タイミング同時押しディレイ連打など様々な入力方法で数多くの攻撃が攻防が生まれる簡単だけど奥深いゲーム性。そうなのかな、まあとにかくでもね割と僕難易度を落としてやってたからだと思うけど結構連打ガチャガチャでいけた気がする。うん、まあ多分あとはその強くパワーアップ様子のところをどうするかだよね。で L 世代、完全受注生産限定 Nintendo Switch 版、ん？豪華特典付きの完全受注生産限定 Nintendo Switch 版がクリムオンラインショップにて限定販売。でもドラマチックエディションっていうのがなんか別にあるのかな、これのことかな、ん？ちょっと待ってか、ちょっと見てみようか。あれなんかね通常版以外に一応ドラマチックエディションっていうのが、あこれだ、これはクリームだけなのかな。一応L 世代 アセンションオブザ メタトロンか HD リマスタードラマチックエディション、これが限定版ですね。ここだけなのかな、結構他でも展開してるっぽいんだけどな。うん、まあアマゾンとかいろんなところで、楽天とかまあいろんなところで展開してるっぽいよこれまあだから多分これは一般に流れてると思います。ということで何が入ってるかっていうと、ソフト単体とドラマ CD、 L 世代ドラマサウンド、ルシフェルの打点、で声優はイーノックとルシフェルとミカエル他で、ドラマサウンド台本、新たな書き下ろしイラスト満載のドラマサウンド台本ということなので、あこれはあれか、オンラインショップで買うとポストカードが入ってくるよっていうのはあるけど、基本的にはこれか、あじゃあ、ちょっとそれ別画面にされると困るんですけど、これこれですね。なるほど、これでいくら違いなんだ、これで通常版が4500円なのに対して限定版が、7500円か、あ税抜きね両方とも、だからまあ4、まあはい、ということで、あスティーム版はもうとっくの昔に出てるんだ、L 世代、アセンション、オブザメタトロン HD リマスター 3D アクションゲーム、プレイ人数が1人で、プラットフォーム Nintendo Switch がのパッケージ版が2024年4月28日発売となっています。だからこれ日曜発売なんでね、あの間違えないように日曜発売です。はい、のでね、まあ個人的には L 社代はもう昔散々遊んだからいいやと思うけど、多分ね名前だけ聞いて遊んだことない人多いと思うんで、多分ねあのそういう人は一回遊んどいた方がいいですよ。大丈夫だと思います。問題ないと思います。はい。そんな感じ。